実はですね、このシーン
脈をですね、今ね練習してまして、やっとここだけパフォーマンスに、ね、参加できるようになったんですね。なのでシーラ君のことぜひね、お会いしましょう。僕もパフォーマンスを参加してるよということで、よろしくお願いします。ありがとうございます。今ね、白い形の泳ぎ方をご覧いただいてますが、あまり速くないですし、ジャンプもしません。白い形はですね、この周りの冷たい海、流氷が浮かんでいるような海に、ね、生活しているので、流氷を食べながら泳がないといけないんですね。そのためには、速く泳ぎ、ジャンプしたいというよりは、バランスくるくると泳いで、ね、船に行ったら泳ぐのが得意ですね。すでにお気づきかもしれませんがね、白いか背びれがないのを気づきましたけど、背びれもですね、重要なことになったなと。ここまで白いかのことをお話ししてきましたので、ぜひとっても覚えて帰ってもらえればと思います。さあ、ここからは少し気分を変えて白い実験をしていきたいと思います。どんな実験かというと、白いかたちから私たちが見えてるかどうかなという実験なんですね。この実験どうやって確かめるかというと、こちらから白いかに向かって簡単な合図を出しています。その合図通りに白いかが動くことができれば実験大成功。この合図を出す係、先ほど、ね、会場の玄太くんにお願いしました。玄太くん前にお越しください。お願いします。3種類ある合図の中から回るという合図を選んでもらいました。今日ね、ナッシャが上手に回ることができれば実験は大成功です。まずはナッシャからご挨拶があるので、そのまま待っててくださいね。よろしくお願いします。はい、ちゃんと挨拶ができたようですね。それでは皆さん、挨拶お願いします。すごい、いただきました。すごい、めっちゃ楽しみに出ましたね。でも大成功だよね。なんかね、いつもより一生懸命回ってくれましたよ。どうもありがとうね。今日参加していただいたので、こちら、アンカー作成のシールプレゼントさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ、お席にお待ちください。ご覧のようにね、白い形、私たちのことが、ね、見えているというのが、ね、分かったと思います。さあ、実験もね、大成功に終わったところで、ここからはね、バブルリングの話をしていきたいと思います。アクラスといえばね、バブルリングでね、充電になりましたりね、携帯電話の CM でも使っていただきましたね。このバブルリング、皆さんどうやって作ってるかってご存知ですか？これをね、どうやって作ってるかというお話をしてから、実際に見ていきたいと思います。まずはバブルリングを作る口の動き、どんな動きでしょうか？ここからはまたナッシャが頑張ってくれますよ。よく見ると、プルプルと震えているのが分かると思います。それではもう一回やってもらいましょうね。分かりますかね。白い形は、シールの周りにはですね、とても発達した筋肉があります。そのため、口を開けたり閉じたりだけではなくて、口を動かすことができるので、この辺を広めていくときに、水を吹くというのをね、ご覧いただきたいと思います。ただ水の中で見ると分かりづらいので、サンマをね、今日持っていってもらってますので、はい、こちらサンマに向かって水を吹いています。さて、サンマがどうなるでしょうか。よくご覧くださいね。